木村澄雄は日本の政治家、埼玉県佐手市長、茨城県五課長生まれ、埼玉県佐手市大技新命内在住、埼玉県立かすか高等学校、立教大学文学部卒業、1973年に日本工業に入社、1997年に関連会社のジャパレンに出向し、取締役管理部長を務めた。 2001年に退職。同年8月、佐手市条約に就任。佐手市の市町村合併問題で2003年11月に辞任。2004年から10年間、埼玉県再生会栗橋病院の事務部長を務めた。2015年10月25日投開票の佐手市長選挙に立候補したが、現職で再選を目指す渡辺国尾に61票の僅差で敗れ落選。 当日有権者数43,792人、最終投票率 44.61%2019 年8月21日、渡辺が自身の起こした障害事件による隕石で市長を辞職。9月2日、これに伴う市長選挙への立候補を表明。10月6日の投開票の結果、元大学教授の池田智子を168票の 僅差で破り初当選した。当日有権者数43,434人、最終投票率46.01%。ありがとうございます。